ますと、まあ、いろんな人から、まあ、立花さんは、まあ、論点ずらしをしまくると、いやそういうことを言われてましたので、でも、とはいえ、多少話が通ずる人だと思ってましたが、予想以上です。予想以上にひどいです。予想以上に川上さんがバカだから。はい、なので、ちょっと。多分これ、弁護士さんが入ったら全然ちゃうと思うよ。いや、こんなに付き合う弁護士さんいないですよ。いやそもそもこれ何でほとんど弁護士さんになるんですか。これ今田島さんと対話してるんですよね。いやだから対話してて、ね、それはね法律の話をしてるんですか。そういや法律も含めて川上さんはじゃあなんでそれ困るとすぐ裁判とか言うんですか。なんですぐ法律とかって言うんですか。困ってない困ってない。バカに対しては裁判した方が早いって言ってんの。あなるほど僕はバカだ、ね、あなたバカだもん。なるほど今日喋ってみて分かった。ほんまにアホやな。いやそれはアホやと思うよ。